アンドレイ・アンドレイ・エビチルブレフは、ロシア・モスクワ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルス2勝を挙げている。ATP ランキング自己最高位は、シングルス7位、ダブルス67位。身長188センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。元ボクサーの父とテニスコーチの母のもとに生まれ、3歳から、 テニスを始める。ジュニア時代は2014年全仏オープン男子、ジュニアシングルスで優勝し、同年にプロに転校する。2015年10月の地元クレムリンカップのダブルスでドミトリー・トゥルスノフと組優勝。2017年前半はチャレンジャーツアーで結果を残し、6月末にトップ100入り。7月のクロアチアオープンでは予選決勝で敗れたが、 欠場者が出たことにより、ラッキールーザーとして出場し、前年覇者のファビオ・ホニーニーラを下し決勝に進出した。決勝では、パオロ・ロレンツィオ64、62で破り ATP シングルスツアー初優勝を果たした。全米オープンでは2回戦で第7シードのグリゴール・ディミトロフに75、76、63で、4回戦で第9シードのダビド・ゴファンに75、76、 6-3で勝利し、ノーシードから自身初のベスト8進出を果たす。準々決勝で第1シードのラファエル・ナダルに1-6-2-6-2-6で敗れた。新設されたネクストジェネレーション ATP ファイナルに出場すると決勝進出を果たしたが、低減に敗れた。2018年は1月のカタールエクソンモービル、オープンで準優勝。マイアミオープンのダブルスで準優勝。 しかし、モンテカルロマスターズの2回戦で敗退後に、腰の故障で離脱し、全仏オープンとウィンブルドンは欠場した。7月のクロアチアオープンで復帰。2019年は、ウエスタンサザンオープンで、ロジャー・フェデラーを、全米オープンでは、ステファノス・チチパスを破るなど、トップ10から3勝を挙げた。10月、地元開催のクレムリンカップでは誕生日に優勝し、 ツアー2勝目を挙げた。2020年は、年始のカタールエクソンモービルオープンで決勝に進み、予選から勝ち上がったコレンティンムテを破りツアー3勝目を挙げ、同時に自身初のトップ20入り。また、次週のアデレード国際でも、決勝でロイド・ハリスをストレートで破り、2週連続優勝を果たす。前後オープンでも3回戦で、 第11シードのダビドゴファンを下すように好調ぶりを見せたが4回戦でアレクサンダーズベレフに敗れ開幕からの連勝は11で止まった3月から新型コロナウイルス感染症の流行でツアーが中断した後全米オープンでベスト8入りドイツ国際オープンでは2年連続で決勝進出しステファノスチチパスを下して前年の雪辱を果たす続く 全仏オープンもベスト8入りしたが、準々決勝では、チチパスにリベンジされた。大会後のランキングで10位となり、トップ10入りを果たす。サンクトペテルブルクオープンとエルステパンクオープンでも優勝し、シーズン5勝を挙げる活躍を見せた。ATP ファイナルズに初出場したが、1勝2敗で敗退となった。シーズン後には、最も上達した選手に選出された。 2021年はまず、ATP カップで全勝し、ロシアの優勝に大きく貢献した。全豪オープンでは全てストレート勝利で8強入り、したが、準々決勝で同胞のダニール・メドベージェフに敗れた。続く ABN アムロ世界、テニストーナメントで、マートン・フチョビッチを下して優勝し、ATP500 レベルでは4大会連続優勝となった。カタール・エクソン・モービルオープンのダブルスに、 同胞のアスランからチェフと組んで出場し、2勝目を挙げた。しかし、ドバイテニス選手権では、ATP500 大会での連勝記録を、歴代2位となる23まで伸ばしたが、準決勝でカラツェフに敗れ、記録はストップした。マイアミオープンでも全てストレート勝ちでベスト4、イリーズルも、準決勝で、ホベルト・ホルカシュに敗れた。続く、モンテカルロマスターズでは、 ラファエル・ナダルラを破るマスターズ1000発の決勝進出。決勝では、ステファノス・チチパスに敗れ、準優勝に止まったが、4月19日付のランキングで、自己最高の7位に到達した。爆発的なフォアハンドストロークの強打を武器にする、攻撃型ベースライナー。股関節が柔らかく、大きなスタンスでフォアを叩く。ロジャー・フェデラー同様に頭の上下動が、少なく、 より良いポジションに動いて、しっかりインパクトし、正しいコースへ打つことで、相手の逆をつくショットが多い。攻撃的なゆえ、不調時には、アンフォーストエラーが多くなることが、改善点である。ATP の企画で、ファンからの質問に答えた。それによると、ラケット重量は 340g、クリップサイズは4。襟付きのシャツは嫌いなので着ない。ギターを弾くなど音楽好きで、 好きなバンドは、メタリカ、ワンダイレクション、AC、DC など、バンド活動をしたこともある。猫好き。ニックネームは、ルーブル。幼少期のアイドルは、マラトサフィン。ロシア語のほか、英語と、スペイン語も話せる。シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2021年全仏オープンまでありがとうございます。